魔の石ダークブリン、聖なる石レイブ、原生芝生レイブの使いプルーの活躍によって光と闇の不思議な石による戦争は終結したかのように。だが世界の10分の1を破壊し、ダークブリングは逃げ去った。この爆発こそ後に語られるオーバードライブである。希望の光であるレイブもまた世界中に飛び散っていった。そして50年の時が流れ、